ので始まりました。森田さんチャンネルです。さてさて、今回なんですが、学食を食べてみたい大学ランキングということですね。そんなのあったんですね。学食食べてみたいとこなんて考えたこともなかったんですけど、まあそちらですね、見たいと思います。じゃあまあ10位からいってみましょうか。第10位、大阪大学。おお、大阪大学。箱下こと大阪大学図書館下。箱下なのかな？館下なのかな？図書館下食堂では天津麻婆丼が名物。ご飯ふわふわ。ご飯ふわふわ卵麻婆の三重奏は一度試したいところ。そうなんだ。まあ、ちょっと写真は確かに美味しそうですね。続いて第9位、東北大学。おー、592席が用意されている川内の社ダイニングなのかな。川内北キャンパスは営業時間は8時から20時と学生に優しい設定。2021年5月には期間限定で100円朝食サービスを実施するなど、学生の頼れる味方として食事を提供。続いて第7位、慶応義塾大学。おー、慶応義塾大学でしたと。三田キャンパスにある山食は80年以上にわたり学生の空腹を満たしてきました。人気のメニューはカレーライスです。そうですね、山食といったらカレーですよ。もうこれはもう間違いない。まあ、あのレトルトのでも売ってますね。でレトルトの食べてこんなんだったっけってなりましたけど、もっと、なんつうのかな、シャバシャバしてなかったと思うんですよね。もっとね、そのレトルトのやつ結構シャバシャバしてて。まあ、めちゃくちゃ食べましたね。なんかおしゃれなイメージじゃないですよ。そういうやつじゃなくて。なんか学食、山食、カフェテリアってね、三田キャンパス分かれてるんで名前がね。なんかね、結構みんな、周りの英米文学専攻の人、ね、カフェテリアのとこでね、食べるの好きだったんですけど、カフェテリアよりも全然山食の方が量多いしさ。断然山食派だったんですけどね、僕はね。ソウルフード的な。なんかおしゃれなやつはあんまり美味しいと思わなかった。他の学食のね、山食以外の二つはね、あんま好きじゃなかった。山食のは量は多いし、なんかこう昔ながらのみたいなので好きでしたね。だから慶応おしゃれってイメージしてる人は、なんか全然違うものです。はい。前はね、日吉のやつとかさ、めっちゃ行列で写真がね、ツイートめっちゃされてますけど、密になってるみたいなね。まあ確かにね、日吉は少ないからね。同じ建物内の上下でしょ？ここに人が入りきらないみたいなの、まあありますよね。第7位、東京大学。同率なんだ。東大がランクイン。1年生が通う駒場キャンパスでは自由にメニューを組み合わせられるカフェテリア若葉、東大オリジナルメニューが楽しめるダイニング一丁ができます。まあちょっとコロナ禍でね、わかんないからなんだけど、まあ僕は駒場でスペイン語取ってたんで、スペイン語と言語学か、言語情報の方の設置されてる認知言語学の授業出てたんで、認知言語学概論だったか入門だったか出てたんで、その時だけ食べるって感じだったんで、まあ混んでるってイメージでしたね。とにかく席が足らん、いつも。それが駒場のイメージ。それに対して本郷の方は、まあチョイスもいっぱいあったから、まずまあ学食もね、あのコープの上のとこと、安田講堂の下と、でもう一個、三つあったんで、あの本とか売ってるとこの上はほぼ行かなかったな。盛況のあの本とか売ってるとこの上のやつ、あれはほぼ行ったことないね。中央食堂の方が、まあ量が多くて、よかった。たんだよね、好きだったね。多分だ、言語学の授業を受けて移動すると、まあ結構時間かかっちゃうことがあったんで、だから自分のその塔から一番近かったのが一丁メトロだったんで、ここ圧倒的に近かったんで、ここで食べてましたね。でいつもね、必ず上野先生って、まあもう当時の言語学会の会長ですけど、まあね、ここで絶対ラーメンを食べてるってイメージ、 100% いるっていうイメージ、よっぽどお気に入りだったんだろうなって思った。あ、第二食堂っていうんだ、あの、コープの上のとこにあるやつ。そうなんだ。あ、農学部食堂行ったことないわ。まあ、めっちゃ遠いからね。まあ、やっぱ量が多いのが中央食堂だったんでね。安田講堂の下のがやっぱ一番好きでしたね。そう、グルメでも何でもないからね。なんかこう、ジャンキーな味でたくさんあるのが好きです。続いて第6位、近畿大学。おー、東大阪キャンパス7号館にオープンした新食堂ではプロテイン入りの麺や食事の代わりのシェイク。そんなんなってんだ。続いて第5位は京都大学。おー、名物は早朝カレー。24代総長がプロデュースした本格ビーフカレー。ああ、それは食べてみたい。商品化されているのでカレー好きは要チェックです。行ったら食べます、じゃあ。
3位、北海道大学。北海道大学は、北大生協の食堂、中央食堂は食べログでも評価の高い人気食堂。リーズナブルな価格で食事を楽しめ、メニューは1杯300円のカレーもあります。ああ、安かった記憶はあるな。北海道行った時行ったんですよ。食べました。カレー食べたと思うんだよね。カレー好きですから。うん、北大で食べた時は、うん、カレーは絶対注文してると思うんだよね。写真探せば出てくるかもしれないですね。第3位、早稲田大学。大熊記念講堂の近くの大熊ガーデンハウスは一般人でも利用できるリーズナブルな食堂。早稲田は学生街のため食堂激戦区ですが、壮大規模を味わえる大熊ガーデンハウスも試してみたいところですね。ああ、それで今思い出したわ。慶応まだあるね。三田キャンパスにもう一個職員しか入れないところがあるわ。そこは高級な食べ物が出てきます。で、大体、その、教授とかと一緒じゃないとね、入れない。職員用のやつがあるとこはありますよね。第2位、同志社。2021年、明徳館食堂がリニューアルしたことで注目度がアップ。目玉商品は唐揚げ定食とオムライス。へぇ。1位、東洋大学。いや、東洋はね、強いんだよ。白山キャンパス6号館地下1階にある学食は、約1300席を有するランチペース、フードコート形式で、専門店7店舗から好きなメニューを選択できます。すげえ。行ったことあるっけ？行ったことないな。でも、駅のとこで確かに人がめっちゃ乗ってくるっていう記憶はある。なんかやっぱ、中央大とかがね、結構強いイメージだったんだけど、意外だな。へえ。なるほどね。でも、食べてみたいっていうのがよくわかんないね。どういう理由で、そうなってるのかわかりません。で、まあ、ちなみにこれが21年ですね。で、2022年はまた別のランキングになってて、そう、ただ、そのね、食べ物に関するさ、詳しい説明とか、食べ物の写真とかも一切見れなかったんで、面白くないなと思って、2021年のランキングを紹介しました。じゃあ、ちなみに2022年はどんな風になったのかっていうと、1位は変わらず東洋大学でした。で、2位が北海道大学で、北海道大学がランキングが上がってる。3位は同志社。同志社だったの？で、4位が慶応。あ、慶応上がってますね。5位が京都。6位東京。7位東北。8位、あ、九州大学が出てますね。うん、で、9位名古屋大、あ、なんか宮廷大になったな。10位に近畿大がいて、あ、早稲田が11位に下がってますね。で、同率の11位が大阪大学という感じで、はい。他、西南学院、広島、金沢、立命館アジア太平洋。あ、なんか、いろんな国の食べ物とかありそうだね。新潟、愛媛、大阪一律、信州、名古屋工業、東京外語。そもそももう、全然、もう答えてる人が少なすぎるわ、これ。梅光学院。どこにあるの、梅光学院って。山口県下関市、知らない。ということで、こんな感じで、いろいろと、大学のね、学食のランキングとした、どうですか皆さんですね、ぜひ行ってみたいところとか、ここの、これが美味しいんですよ、みたいなね、情報ありましたら、ぜひともお知らせください。はい、全然知らなかった。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.